実況ガエルハイニエの戦国無双さなだまる。こんにちは、雪村です。皆さん、クリスマスはいかがお過ごしでした？雪村はね、話しかけんとってくれる？今喋ってるから、オープニング撮ってるから街の人話しかけんとって。皆さんはクリスマス今年どうでした？雪村はね、なんとサンタさんからうなぎパイをもらいました。嬉しい。じゃあ行こう。出陣する。うなぎパイ美味しいよね。じゃあうなぎパイを食べながら今日は沼田防衛戦に挑んじゃおーっと。さあ、ここは手柄はね、貝姫を撃破する前に猪俣国のりを撃破で、雪村が500人撃破とお兄ちゃんが500人撃破らしいです。じゃあお兄ちゃんとね、雪村さんでいかないとダメだね。さあ、身支度するよ。クンバークンバークンバー。あ、雪村もようやく2個目が装備できるね。よし、じゃあもう早速行っちゃうよ。500人ずつだからね、そこそこ迅速攻撃でガンガン行かないとダメだね。夜だから見えないね、敵はね。沼田は渡さぬぞ。沼田城正面はすでに北条軍が固めている。これでは大宇宙へと合流できません。私が敵の目を引きつける。その隙に雪村は城の裏手より入城するんだ。敵を誘い出すため北条さんを撃破。入り口にしてくれる。皆の者、出会え。開門。兄上の読み通り敵が動いた。裏手から沼田を目指す。夜明けまでに行くけど、馬乗っていかなかんね。じゃあ忍者会長おるな、倒しとこ。あ、結構おるぞ。当選。まあ、やっぱね、倒さなかったね。絶対に許さない。まずは邪魔なあそこりでと森下とりで落とすわよ。このとりでは沼田の守りの要。なんとしても進出するぞ。急いでるから、そこの武将は無視しよう。よし、忍者会長、お前で終わりかな。まだいるかな。よし、もう終わりやな。海がサラダに噛まれ、はい、夜を潰せば混沌はなお深まる。私一人倒したところだ。サラダは揺るがない。倒されるつもりもないがな。あー、これは当たってない。当たった？やってないかな、あんまり。よし、サラダの名、怪我さずに済んでよかった。スムーズにいったね。開門。じゃあガンガン進むよ。混沌は深まった。あ、黒いちゃった。あと一人よ。攻めてやって。急げ。
怪我させて。矢沢さんおる。よし、着いた。すまぬ、面倒をかけたな。王城に沼田を奪われぬためにも踏ん張るぞ。佐藤丹波の神討ち取ったり。佐藤殿が撃たれた。ここもダメだ、逃げるぞ。どうしたどうした。よし、今が攻め時よ。全軍突撃。敵部隊の大手門侵入を阻止しつつ、貝姫を撃破せよ。どれだけの大軍。なるほど、これ貝姫は手柄が絡んでたね。猪俣、猪俣さん変なとこおるな。やろうと、また落とさせはせぬ。迎え撃つぞ。心強いお言葉です、大叔父上。されどここは我らにお任せを。後ろにある。それで攻めてくるとは、舐められたものだな。裏手より進軍し、獅子丸城を制圧せよ。沼田を攻める敵を少しでもこちらに引きつけるのだ。雪村さんで高持ちを倒そうか。ここで引けるか。大丈夫。カポドの豪の者がいようとはなりよる。見事よな。あ、真っ赤になったよ。開門。これは気づき切れるか。これに見よ。よし、切る。誰か来たら後ろ。ズンゾコペロンチョー。その頃、あ、やべ、こっちに誰か来とるぞ。よし、これで沼田を囲む敵を挟み撃ちにできる。よし、ね、こっち来んじゃねえよ。勢いはない。あとは総大将の宇治政を倒すのみ。まだ与田信繁がおる。信繁さえおれば反撃は叶おうぞ。お、行ってきた。信行、雪村、最後の仕上げとせよ。正行到着。ここでも真田の調略が。突撃隊長、組んじゃねえおめえ。怪我さずに済んでよかった。よし、全然500に届いてないけど。おっと、次の一敵だ。さすがは兄上、鮮やかな身のこなし。徳川が小田原を攻めると噂を流せ。よし、なんか支援が来た。到着が遅れてる。どういうこと。これじゃすぐに攻められないじゃない。猪俣さん、先にしばかなあかんな。ここは通さぬ。猪俣さん、そっちやろ。ここを譲るわけにはいかない。おったおった。敵将、討ち取ったり。真田など、小ずる
使わねば何もできぬ星抜け揃いであろうが。申されたな。ならばこの槍一本でお相手いたそう。よし、ただ雪村、これにあり。いっぱい来た。ちょっと一気に倒したい。これやっと来た。さあ攻め手を緩めちゃダメよ。おマジで敵軍の猛攻が来てほしい。死にでもなんかおんな。よいしょ。お死骸もなく父が大騒ぎをし、皆様にはとんだご迷惑を。何を言う。大叔父上の宗師が我らを支えてくれているの。どんどこずんどこペロンチョー。さあ攻め手を緩めちゃダメよ。よし、突撃隊長もとどめ。よいしょ。さあと4人むせたけろ。沼田は返さない。あんたら本当いい加減にしなさいよ。沼田は我らが独力で勝ち取った地、譲るわけには参りません。何おるんや突撃隊長。撃ち取ったり。ずっと来るんかな。さあと200人。ここは通さぬ。どれだけの大軍が相手であろうとここを譲るわけにはいかない。少ない兵で大胆な攻め方。よし、やっぱりあんた見かけによらないわ。返答は控えましょう。口は災いのもとと言いますから。私を怒らせたいのもやっぱり変わらないのね。素晴らしいお働きですな。畜生、そのため姫様、すみません。ニジマス、あの城が落ちた以上沼田の包囲を続けるのは無理よ。ここでおめおめと引き下がっては関東の民に顔向けできません。開門。ニジマス、みんなを無事に連れて帰らなくちゃ。さあ、あと100人。教えて。早川殿来た。真田の本当の狙いは何。我らがその場しのぎで裏切りを繰り返しているとはお考えになりませんか。そんな簡単な相手なら苦労していないわ。さすがは兄上、鮮やかな身のこなし。雑魚どんどん出てきて。雑魚倒したいの。あ、早川殿邪魔しないで。よし、あと30人ぐらい。よし、タゴ100とどめや。少
ってないか、小和田さん。よっしゃー。お、まだ、まだ終わってないだと。あとは、あ、そっちにおんのか。木村が戦ってた。宇島さん、顔をつけろ。ビリビリ兄弟アタック。お、かっこいい、盾で倒しました。怪我さずに済んでよかった。イエーイと、めっちゃ逃げとる。これでめっちゃ逃げとるよ。工場は沼田を諦めてくれるでしょうか。だといいのだかな。諦めてくれるかな。よいしょ。はぁ、 S いけんかったね。6問戦はいけたやろ。あっ、え、500人いってないの。いった気がしてたけど。しょぼぼーん、しょんぼろぼーん、しょんぼろぼーん。真田は北条の大軍を撃退し沼田を守り抜いた。しかしそこへ驚くべき知らせが入る。父上、家康様は何と。北条と和睦したそうだ。徳川と北条が。さもあろう、家康は西からの秀吉の脅威を恐れておる。北条などにいつまでも構っていたくはあるまい。羽柴秀吉殿、明智光秀殿、柴田勝家殿を破り、信長公の後継として力を伸ばしているお方ですね。北条もまた我らに敗れ、これ以上の泥仕合はごめん被りたいのであろうよ。ならばこの地での戦は収まったということなのでしょうか。そうは参らぬ。家康め、和睦の条件として勝手に沼田を北条に譲り渡しおった。へえ、ひどい。沼田を。それは北条はよほど沼田が欲しいと見える。家康は返しを用意するというのだ。いかがなさいます、父上。言っただろう、沼田を北条などにくれてやる義理はない。しかしこれは徳川からのいわば主命では。うん。上田の築城を急がせよ、父上。まもなく上田城は完成し、真田家は本拠地を上田に移すことになった。どうなるケロ。これで今の戦は多分終わるけどね。あなたは何者にも従ぬとは、何者にも真偽を尽くさないという意味だったのかな。そんなはずないよな、父上に限って。そんな父上の考えをはっきり聞かせていただこうかな。終わり。上田町、あ、上田町、新しいところ来た。あ、ナイキや。なん、あ、あれはもしや、間違いない来福寺殿の屋敷だ。ホラガイ屋敷ではないか。何よ、ホラガイ屋敷。雪、うーん、水、なんか開けとこう。万が一ですよ、私より先に酒5匹を釣ったらあなたの勝ちですよ。もし勝てればそうですが、次の神髄でもお締めしましょう。どこかで罠かったか、いや人違いかと。宮家有事です。
三宅裕二さんとか知らない人の方が多いかな。なんとも言えないよね。ねだる子供ちっちゃ、ちっちゃいね。この子供宇宙人ぐらいちっちゃくない？こんなちっちゃい2本足で立つ子供、困ったな。顔怖い、宇宙人みたい。腹減った。なお侍さん、なんか食い物持ってねえか。お役目、甘いものを引き受けますか。お、見せてみろ。なんだろくなもん持ってねえな。ほら、柿が食いてえ。柿持ってきてけろ。渡すわ。お、やるちゃん、あんがてよ。雪村様。あ、子供が消えた。反転して。茶屋の娘、いらっしゃいませ。どなたかと待ち合わせですか。あ、なんかいっぱいおんね。五右衛門とかおるやん。小次郎とか。なんか新しい町、嬉しい。うん、こんちゃ、鍛冶屋見習い。ああ、大変だ大変だ、どうしたものか。え、何がそんなに大変かって。実はですね、親方、何にも考えず鍛冶屋を始めたもんだから、材料が全然足りてないですよ。諏訪湖からの供給量確保できればなんとかなるんだろうけど、あの辺山賊がうじゃうじゃで。なるほど、見習いの僕になんとかしろって言われても知らないっすよって話っすよね。え、もしかして手伝ってくれるんすか。しょうがないな。ありがとうございます。砂鉄加工は見習いの仕事だ。なんつって親方いつも寝てるだけですからね。いや、それに比べてやっぱりお武家様は器がでかさが違うな。じゃあ、諏訪湖の身勝手なやからサクッと退治してきちゃってください。なるほど、みんな、なんかいろいろ、いろいろやね。なんかくれんの？北条は沼田を諦めるつもりは全くないようでございますが。そうだね。だが、我らも譲ってやるわけには参らぬね。息子？これ、矢沢さんの。ちょっと、ちょっとなんか遊んでそう。遊んでたら嫌だな、矢沢さんの息子は。あ、くのいちがいるよ。雪村様は合戦で目覚ましい活躍をなさいました。そのことはもっと喜んでいいんじゃありませんか。うん、そうだね。そなたの言う通り、それが武士として正しい姿なのかな。雪村様、忙しい忙しい。あ、なんかあれだね、さっきのさっき、雪村様雪村様、うるさいな、もう町の人は。どんだけ人気者だよ雪村は。もう約束通り釣りの神髄を教えしましょう。それはズバリ餌の気持ちになること、これだけです。魚に食われる餌になりきれば魚を誘うのなんて簡単です。私なんか今も懐に船入れて脇腹かませてますからね。ずっとびしょびしょなんでどの店にも入れません。これからも釣り仲間として精進しましょう。これは商品だと思って受け取ってください。三宅裕二です。わー、なんか高そうな金鉱石とかもらっちゃった。馬は何か買えるかな。馬がご入用ですか。安いのしかいない。また寄ってください。シャボーン、堀田作兵衛、町人町人。ちょっと雪村様、町ができたんだね。ちょっと鍛冶屋に行こう。お役目ですかな。良い武器は良い品が入っております。武器を複製できるんだね。でもこんな一番も欠けてらんないね。塔が凍るやつね。これ一個つけとこう。良い出来です。あとは攻撃強化でもつけとこう。良い出来です。ご武運を。良い天気ですな。良い武器は良い品が入っております。武器購入っていうのはまだ買えないのかな。ご武運を。
よーし。じゃあ、これは以上ありません。雪村さん、忍者の人ね。徳川家康と羽柴秀吉が小牧長久手で激突したゆえ、はい、この辺ね。なんと、どちらが勝たれた、なんと、どちらが勝たれたんですか。戦は終始家康が優位に進めたものの、最後は秀吉に有利な形で講和が結ばれた模様。硬い戦のみで勝敗が決するものではないと。秀吉殿とはどのようなお方なのかな。小牧長久手の戦いをつぶっとこ。あ、父上、お聞きしたいことがあるんです。あー、雪村、ちょうどいいとこに来たな。申し渡すことがある。え、私にですか。そうだ、ちょっと信之も呼んであるから参れ参れ。雪村、我らは上杉に着くぞ。え、な、身勝手な領地召し上げなど応じられるものではない。徳川家康、頼むに足らず。父上、お待ちください。それではあまりに波乱万丈やな。あの忍びは連れて行ってよいぞ、雪村。お前に懐いているようだしな。は？にゃ？まさか、父上。半端な人質では、我らが真を得ることはかなわぬ。はあ。父上、それは一体？雪村、お前には上杉へ行ってもらう。そうなのか。はあ？人質、雪村。私が上杉へ。これまでの経緯を思えば、処断される恐れもあるしな。命がけの務めな。私が当たらねばな。頑張らんとあかんな、これからもな。あ、村松殿。雪村、上杉への人質の話聞きましたよ。慣れにところへ行くのは不安でしょ。あー、さすが姉上、お耳が早いですね。姉上はもっと幼い頃にね、安土へ人質に向かわれたもんね。だというのに、私は動揺してしまい、恥ずかしい限りですね。あらあら、雪村、何も恥ずべきことなんてありませんよ。はじめは私もとても不安でしたもの。でもあなたが、自慢の弟がいてくれたから、不安なんて吹き飛びましたよ。姉上、あなたにも、あなたをとても心配してくれる人がついてます。だから、きっと大丈夫。姉上、それは？うふふ、雪村をよろしくお願いしますね。クラザンに行けるようになりました。バレてた。姉上様何者？とにかく私がお守りしやすんで、雪村様どんと構えててください。そろそろ出発の準備しよっかな。ね、みんなそんな感じで雪村のことついてくるからさ、雪村人気者だなって思うよ。はい、雪村どこ行こう。とりあえずお姉ちゃん、お姉ちゃんになんかあげよう。銀鉱石とかいる？あんまり？はい。お姉ちゃんは果物好きちゃう？やっぱり。ぶどうどう？あ、ぶどう12個も渡したか。ぶどうとかどう？あ、お、お、すごい。お、すごい。まさかのブドウ一発当て。はい。あ、もう一個ブドウあげるじゃん。もう、オーバーしちゃうけどね、だいぶ。あ、お姉ちゃん、お姉ちゃん。そんなにハート出したら勘違いされちゃうよ。のいち。のいちは、なんかあげたことあるんじゃん。石でいい？
あげたことあったわ。だいたいあげてたかな。だいたいあげてるよね。さあ、じゃあ今日はこんなとこかな。ちょっとトレーニングだけ見に行ってみよう。もうすげえ話しかけられる。人気者すぎて雪村参っちゃうな。あ、ちょうど許可できそうだね。うるさいよ。あ、雪村ようやく5になったよ。こっちはお兄ちゃん。さ、それじゃあ今日はこんなところかな。また次回お待ちしております。ご視聴ありがとうございました。Twitter アカウント、チャンネル登録は動画の詳細にリンクがありますので、そちらからご確認してね。じゃあね、雪村、今からセブンイレブンにシュークリームを買いに行ってきます。バイバーイ。